解されると1万円差し上げます。お答えいただく方は今日お電話ファックスメールをくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方お一人です。まずは問題です。今週はご主人浩二さんのため主婦業に頑張られたアッコさん、はい、野菜炒めを作られたそうですが、はい、アッコさん曰く野菜がシャキシャキしてうまくできた、はい、そうですが、はい、ご主人の一言に最終的にカチンときたそうです、はい、その一言とは何でしょうか、はい、1番もっときれいに盛り付けてよ、はい、2番玉ねぎが辛い、はい、3番2人なのにこの量は多くない、4番おかずこれだけ、はい、4択です。そうでしたね。さあかかりました。5回コール以内です。あれ3回、もしもし、びっくりしました。あ、こんにちは。こんにちは。市川市の、はい、フォレバーバさん。そうです。63歳。はい、今のこの電話の取り方だともう分かってらっしゃいますね。はい、分かっています。あ、よかったです。じゃあ行きます、はい、今の問題の答えは何番。はい、2番です。ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサーでお願いします。正解。正解でございます。ありがとうございます。どういたしまして。いつも素敵なお話をたくさん聞かせていただいて、なんかとても励みになっています。いえ、とんでもございません。こんな私の話をもう聞いてくださってありがたく思っております。また素敵な歌たくさん聞かせてください、はいはい、ありがとうございます。それでは時間に限りがございますので、フォレバーバ様、はい、どうぞお体ご自愛くださいませ。またはい、トライしてくださいませ。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、失礼いたします。この方ですね。そうですね。おっとりされて、なんか素敵な言葉遣いで、なんかフォレバーバってどういう意味なんだろうね。それも今聞けばよかったんじゃないですか。いや、もうね、なんか舞い上がっちゃった。はい、フォレバーバさん見事正解でございました、はい、1万円お送りいたします。以上クイズ和田オネアでした。